はい、とりあえずね、今こちらリンケージを、仮にね、まだ、止めてはいません。仮止め。で、今ね、こちらの分、説明書見てたんですけど、これは何かなと思ったんですけどね、どうもね、訳すとこんな感じで、要は安全注意ですね。要は、何だろう、よくあるラジコンの基本。はい、大変なことがあり起きましたっていうかね、この T50、前のね続きが、尾翼の、垂直尾翼、はい、今もうついてますけどね、まあ、これ仮組みなんですよ。まあ、一応もうボンド付けはしてます。なぜかというと、撮りながらね、26分ほど撮ったんですけど、保存されずに、消えてました。で、こちら今ね、この文書を今翻訳したらね、単なるね安全注意の感じで、翻訳されてます。はい、飛行中に T50 を捕まえようとしないでください。捕まえようと、多分捕まえるのは厳しいかな。向かってきたら危ないよね。ってなわけで、ちょっとね、多分もうこの携帯のメモリがもうパンパンで、多分保存されなかったのをちょっと気づかずに、保存したと思い込んで、してしまったんでしょうね。なので今これが保存されるかちょっと分かんないんですけど、ちょっと今モデルが違うんだな、これ T50 選択で、こちらのノーズもボンド付けで、してます。で、ミサイルは今後付けですね。これもボンド付けになるんですけど。んで、ちょっと足出すか。どうなるんだろうな。ちょっと足。ちょっとここ狭いな。倒れるな、これ。倒れるな。ここがまたね、入りが悪いよね。で、スイッチが、確かギアだからこれだ。オン。で、多分これ一発目はね、できないのは多分あれだ。誤作動防止。これがね、地面についてた時にね、勝手に開かないようにするための。なので、一回戻して、で、二回目から、ですね、これは金属かな、なんかプラチックっぽいな、多分プラチックじゃないんかな、これ。前のここもなんかあるけど、あら、なんだこれ、ここネジがこんなんでいいのか、いいのか、これで反対側も同じようになってるからいいのか。この状態でホバリングに入る。あら、これあれだな。あ、ここを押さえて閉じるんだ。なんだ、これてっきりこれもサーボかなんかで、閉じると思ったんですけど、違うな。バネで今開いてるな。ということは、ノーズもあれだな。一応タキシングはできるんでしょ。ラダー右左と、あれで尾翼とノーズですね。なんか右側2本あるけど、あれなんだろう。あ、インか。
左と右の内側で、このギアですね、これを両引きですね、両引き、まあ確実か、はい、で一番右の分でラダーのやつですね。んで一応これはあ、ダメか、この状態でダメなんだ。キャノピーを開けないと電池がつけられない。つまりこの状態で起こしてあげて、そしてバッテリーは乗ってないんでね、ちょっと頭が軽いな。この状態でキャノピーを開けると、ピッと、え、これじゃなかったっけ、あ、これも一回誤作動防止か。はい、これで中に T コネクターが入ってます。この状態であれだろうな、バッテリーを積み込むと、下を、外して、ほんでもってこれを中でつないで、ちょっと電池残量はね 15% しか入ってないんでね、まあ、実際飛ぶときはこのバッテリーは使わないんですけど、これ3セルなんでね、実際は4セルで飛びます。スコットで、ここ注意、キャノピーが閉じるんで、平らにしとかないと悪いらしい。見にくいぞ、いや見にくい以前にちょっと悪いぞ。よいしょ、これ配線の中に、うわー大変だな。はい、ここね、中、これ八方がなんか適当についてるんだけど、これって、ここの多分このスライチュリしたってことでしょう、ね、はい、これで一応機体が 前重心というか、まあいいかな。んで今これ下はもう今取ってるんでね、バッテリーは、あとはもうこちらのバッテリー、上に入れたバッテリーでノーズを、キャノピーか、キャノピーを閉める、閉まらない。え、これ閉まらない、閉まらない、あら電源も来てない、え、なんで、エルロンとか全く反応してない、いや、配線つないだよね、ん、なんで T コネクタつないだのにな、なんで T、 ここで Y 字ハーネスになってる、んですよね、1個下に行ってんもんな、ん、あ、やべ、ノーズのボンドがついてねえ、まだ、どうしよう、キャノピー、どうしよう、どうしよう、ほら、これこれでしょう、 T コネクターでこう Y 字ハーネスで、こっちリポ行ってるでしょ、赤黒間違ってないでしょ、んでもう一個の分が下側に行ってるから、さっきのこのね下側にあるやつ、この底にあるやつに行ってるんで、同じなのになんで電源いってないの、どういうこと、おそらくこっちのねバッテリーは大丈夫と思うんだけど、こっちのコネクターが怪しいな。もうこっちはもうあれなんでね、繋がってたんで、
電源来てたんでね。あとはもうここしかないよね。ほんじゃコネクタ接点不良、うん、ちゅうことでしょう。どっちだ。でもまあしっかりついてるっちゃついてるんだけどな。黒赤間違ってないもんな。あ、今チャッチったな。ん？あ、今度来た。いや、これ怪しいやつだ。ん？怪しいやつやな。ちょっと待てよ、わからんくなったぞ。コネクタのどこかが接点不良起こしちゃうんだ、これ。やべえな。多分今やったら動くと思う。これ、スイッチで。動かない。あれ？ん？なんで？え？エルロン動かない。あ、接点やっぱしょ、どこ、え？これか。T コネクタ自体の接点か。マジで？ん？配線、こっちの配線じゃないのか。ここの接点か。あら、今度はジージーよね。あ、動きよんな、サーボ。いいな。ちゅうことはこれもちゃんとこう動くよな。動くな。でもこれ空中で接点不良起こしたら死ぬな。これどっち、どっちっていうか、まあこ多分こっちだと思うんだな。でも別にね、錆びてるとか、ね、綺麗なもんなんだけど、なんで接点不良起こしてんだろう。動くな。怖いなこれ。あー怖いな、怖いな。ちょっとん？で電池の方かな。この辺はちょっと後で確認してみます。真ん中の接点なのか、真ん中の接点ね、真ん中か、こっちの配線のハンダ付けなのか、こっちの配線のハンダ付けなのか、それはちょっと分かんない。でもここを触るとなんかよくない。ん？ん？ うーん、微妙だな、分かりづらいな。とりあえずどうしようかな。この状態だとね、キャノピー邪魔だな。まあいっか。はい、とりあえずもうこの状態で、あとはもうリンケージの固定、まあ、ちょっとこれ、まあ、仮組なんでこれ外れてるんですけど、とりあえず完成かな。まあ、あとミサイルは後でつけるけど、これもちょっとねノーズがもう、ちゃんとついてません。またボンドつけ直しですね。はい、以上になります。